YouTube テレビ東京、スポーツ YouTube チャンネルで毎週同じですけどね、ここは YouTube のチャンネルテレビ東京スポーツをご覧の皆さん、こんにちは。クズと同じキャプテン渡辺大佑、東スポの馬券を取らしてよ。テレビ東京アナウンサー森風美です。今回もこの3人で競馬予想を生配信していきます。では語りきれなかった予想の理由や内京キャプテンさんとトライスさんにたっぷり語っていただく番組です。はい、さあ今日はお二人当たりましたよね。副賞と単賞ですけど、まあ、なんか威張れる当たりではないですね。まあトライスさんはあれ単勝をねちゃんとあの言っていれば素晴らしかったんですけどね。やっぱり同じ過ちをするのがまあ本当に単勝買わないですよね。いやでも買うようにしてるんですよ。で買わないときかきってくるん。いやそれはもう負け犬が一番よく言うことだから買わないときに限ってじゃないです。毎回買ってるのが買わないときに限ってはないから。でもなんかベタ買いも嫌なんですよ、ね、まあトライスもこだわりがねまあね大事ですけどね。いやキャプテン、キャプテンさんがあのシバルグランドのあの下が走るこれは本物だとか言うから、ね、いやいや僕言ってないですよ黒三角ぐらいですよ。いや3レップが思いのかついたんだよね。もういいです。もうまあしょうがないですね。僕も当たったけど悔しい方がね。相変わらず単勝しか当たっても単勝だけっていう。相手がどうしても来ない。相手選びうまかったのにね。相手選びがうまいでおなじみだったんですよ、ね。危険な一番人気とかも外したりとか。そうね。相手選びか。11,000使って15,300円の払い戻しですから。何にもならないわけです。何にもならんことはないんですけど。ならないことはないけど。はい。大変でした。ただまあ今日配信の方で当たりましたから。うん、そうですね。9レース。はい、9レースが当たったから、はい、まあまあ良かったかなっていう。まああと阪神の最終も密かに我々はね、うん、あのがっぽり取ってるっていう。だ全く見る目が悪いわけじゃないです。どっかドカンって行きそうな。そうなんです。まあ、決してもう見当違いの人間ではないわけです。なるほど。はい。大体8割方合ってるんですよ。まあ、そうですね。詰めですね。あと。わかりました、はい。みんなもそうかもしれない。大体そうなんですよ。負ける時って。はい。今回もキャプテンさんにはこの企画に挑戦していただきます。ウィニング競馬ファミリーキャプテン渡辺が G1 勝ち予想、自腹で目指せ100万円。さあ、ルールは簡単です。はい、キャプテンさんには G1 レース自腹1万円勝負をしていただいて、100万円超えの的中を目指していただきます。点数は何点買っていただいても構いません。はい、さあ、今回はジャパンカップの予想していただきますけれども、はい、キャプテンさん予想、自信はありますか？そうですね、まあ、ウィニング競馬で、出した買い目があるんですけども、はい、あのそちらがもう当たったら100万円なんですよ僕すでに。なるほど、はい、なのでまあここは、まあ、せっかくねこういう企画ですからウイニング競馬とは全然違うのを今回はまあ買ってみようかなと思って。なるほど、はいはい、わかりました。まあそれはそれでいいでしょう。いいですけど難しいね。かあ難しい。あの買い方はあれでいいと思いますから完璧っていうか、はいはい、ある意味、はい、あれと違う答えをどう出していくか、うん、多分キャプテンも全然予想だにしないものをね提出しそうですね。いやちょっとそれはどうすかね、トライスさん。あと1時間後、奇想天外の本命してる。はい、まあそんなところですね、とりあえず、はい、はい。さあ、そしてキャプテンさん、トライスさんへの質問も随時受け付けております。チャット欄に記載していただければ可能な範囲でお答えしていきたいと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。さあ、では予想の前にですね、先週のですね、マイルチャンピオンシップ軽く振り返っていきましょう。はい、はい、結果はご覧の、ああ危ないご覧のようになりました。ちょっとこれひどいね。いやでも多分ね、ちょっとこれ 見せますけど、多分これで隠れて何これ、先週多分キャプテンさんがこれで隠れて見えないって言ったから上にちょっと文字を小さくするとかね、コピーする紙を小さくするとか、それあると思うんだよね。いやいやいや、まあ、優しさがね、ああ、はい、段階の優しさが、気遣いがね、優しさが、はい、見えました、ね。はい、ちょっと余談でした。はい、じゃ結果こちらです。うん、1着には6番人気のセリフォス、2着には8番人気のダノンザキット、3着には2番人気のソダシとなりました。はい、そしてキャプテンさんの予想はソダシから、ソダシを軸にですね、5番人気のソウルラッシュを対抗に入れて、そこからピースオブエイトと逃げるフォーアマグに流すという3連単で勝負しましたけれども、はい、そしてさらに資金に余裕があったのでソダシからソウルラッシュシュネルマイスターに流す3連単を付け足しましたけれども、これは外れとなりました。これは本当に良くないですね。取れたとは言わないですけど、なんでしょう、外れ方としてね非常に良くなかったですね。
残り、ダノンザキッド買いづらかったなぁ、これ。残念ね、あれでね、森ちゃんのデータでね、あの3リピーターでしたっけ、穴埋まった3しかないぐらいな感じだったんですけどね。買いづらくなかったですか、でも。うん、買いづらいけど、それが穴馬ですよ。まあね。本当に来たかっていうね。とね、だからピースオブエイトが行き過ぎた。穴馬っていうのはピースオブエイトみたいなことだと思ってましたからね。その行き過ぎたっていうのと、まあピースオブエイトはいいんですけど、まあなんでしょうね。セリフォスをなぜ変えないんだっていうの。ね、毛嫌いしてる馬来てますね。毛嫌いしてる馬来ますよ。私のウィンマリーンちゃんとかも毛嫌いしてっちゃったし。セリオスも終わってみればいい配当じゃんっていう、ね、そうなんですよね、これ結構つきましたから、もう本当に私の本命対抗がね、熾烈な三着争いをしてるわけですよ、ワイドで勝っててあんな虚しいことはないですよ ね、どっちが勝とうが関係ないっていうソダシも頑張りましたけど、ね、あ、いや、これソダシはめちゃくちゃ頑張ったと思いますよ、ね、あ、もう絶対絶命かなと思いましたよね、はい、よく来ましたよね、三着、はい、やっぱり自力はありますよ、ね、ありますね、はい、と思ったらやっぱ、厳しいペースになりましたね、そう、はい、タフだねやっぱ楽はさせないですね、やっぱりね、うん、はい、そういう感じでしたね、なるほど、はい、さあ、そしてトラスさんの本命マテンローリオンは10着という結果でしたけども、うん、こちらいかがでしたか、うん、まあ、ちょっとスタート後ね、あの2番の馬により前に行きたかったのに行けなくて、うん、むにゃってなりましたからね、まあ、その割には直線半ばで一瞬、うん、ふって来そうな気配があったんですよね、まあ、どっかで穴開けそうですね、まだどっかでね、ゴールありますね、やっぱり、うん、ちょっとね、本当見せ場作ったんでまだ追いかけた方がいいですね、まあ、それとたらピースオブエイトもね、まあ、あれをこれからの場ですからね、一瞬、うん、ね、僕一瞬こっち当たったのかなと思ったんですよ、うん、あのソウルラッシュ来てたし、ソダシと一緒にソウルラッシュが来てて、ね、ピースオブエイトが粘ってたんですよ、まだ逃げて、うん、あれ6、9、11、10的なものがみたいな一瞬ありましたから、フィスオブエイトもまたね、そうどっかに穴を開けるかも、いや、ハイレベルなレースだったんで、見せ場作ったら、まあ、どっかでまた G3、G2 で構想しましたから、そうですね、追いかけた方がいいですよ、だからピースを買った人はピースも、だからソウルマッシュはどうせ人気だから、そうですね、そうなんでピースオブエイトとかですね、次ね、はい、そんなとこでしょうか、はい、わかりました、はい、さあ、ではジャパンカップの予想に行きましょう、うん、ジャパンカップもう今日いっぱい喋ったんですよ、だって、まあね、キャプテンさんと斉藤さん下に行っちゃったからさ、下に行ってましたからね、はい、行っちゃったからさ、さ、これこちらですね、はい、あ、ジャパンカップにどんな印象をお持ちですかっていう、ジャパンカップはまあでも僕はなんだかんだチャンピオンレースの一つだと思ってますけどね、はい、やっぱり勝った馬は強いでしょう、どうですか、強いは強いですよ、東京2400ですから、はい、ただあんまり最近見応えのあるレースが少ないっていうか、まあだから1強、うん、1強2強になっちゃってるんですよね、最近はね、うん、はい、だからその強い馬がちゃんと勝ってるみたいな、筑波はもうね、ほとんど出てないに等しいですからね、うん、10年以上、うんうん、なるほど、そうですね、でも馬券当てやすいですから、ジャパンカップは、うん、2年に1ペン当たるんじゃないですか、本来はね、バルブランとか美味しかったですよ、うんうん、さあ、こちらが勝ち馬ですね、はい、去年はポントレイル、そしてその前がアーモンドアイですね、うん、あ、ほら、あれですね、アーモンドアイとポントレイルとデアリングタックの時ですね、うん、はい、で、まあ、でもアーモンドアイとか北サンブラックとかエピファネイアとかもジェンティルドナとかも、うん、まあそうそうたるな、そうですね、うん、名前ですよね、はい、うん、やっぱり今年はでもそうはいかないね、そうですね、うん、そういうこのレベルの馬がいるのかいないのか、うん、なんかいなさそうでもあるんですけど、まあ、ジアバもいるんですけど、ね、このレベルじゃないかなっていうのはあるから、うんうんうん、ちょっと穴また狙ってみたいですよね、まあそうなっちゃいますよね、うん、はい、なるほど、さあ、では、いろいろな思い出のあるレース勝ち馬聞いていきたいと思いますが、まずはトライさんから、はい、トライさんします、やっぱり去年もなんか清水選手さんの話したかもしれないですけど、まあ、よく当たっててね、うん、ね、この馬もだから僕も買ったと思うんですね、ランド、はい、ランド、ランドね、成田、ね、ブライアンが出たと、そうですね、それが一番人気で、菱山さんが2着だった、そうですね、成田、はい、ブライアン6着、うん、そうなんです、6番人気ぐらいで狙い目だったですし、なんか この年ドイツがドイツネタでなんかあったんですね、あ、ドイツいいかもな、うんうんうん、本当に来るかいと思ったんですけど、はい、
ね、ベタールスンアップとかその結構前の年とかよく来てね、だドイツでも来るんだなっていう。なるほど。この時からドイツはちょっとやっぱスピード競馬どうかなと思いましたけど、一流馬なら多少のね、あのこうあの馬場状態違くても来るんだなっていうのを改めて思いましたね。まあ、この時ロバーツジョッキーも全盛期だったと思うんで。なるほど。見応えありましたね、いろんな面で。あ、ジャパンカップはやっぱ面白いなとは思いました、ね、この頃ぐらいまではまだカップの大、ね、ピルサドスキーぐらいまではね、まだ大変でしたよね、勝つのが。そう、ちょっと大物来たらやべえぞって、ね、そうでしたよね、はい。さあ、そしてキャプテンさんは。まあ、私はまあカップダンスシティですかね、まあこれも、まあ、シンボリクリスでした、ケンジャク、確かね、不良ババの中だったんじゃないかな。不良ババになったんだっけ、オモババぐらいだったでしたね。2着ザッツザプレンティです。ザッツザプレンティ、あれ9馬身ぐらいつけましたよね、これ。うん、9馬身ですよね。あ、クリスエスはいましたよね。クリスエスは3着。3着か。芝は重い。うん、芝は重い。なんか衝撃的な、どんだけ、まあ、全てが向いたんでしょうけど、話逃げちょっとしたんです、ね、なんかこれは捉えたかったなっていうので覚えてますね。これ1枠なのになぜか最後入れだったんですよ。へぇ、なぜか、なぜか、なぜか、なんかその後説明してましたけど忘れました。なるほど。鉄道マジックです。鉄道マジックやっぱりでもタップダンスシティっていう馬はあのツボにはまれば強かったですよね。強いね。はい、ね、そういうなんかほらちょっと舐められてたじゃないですか、うん、はい、なんかでもやっぱこの馬強かったんだなっていうので覚えてますね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは3連単トップ3見ていきましょう、うん、はい、こちらです。はい、1位が2013年の224,580円、7番人気のデニム&ルビーが2着、11番人気の当選ジョーダンが3着、勝ち馬は1番人気のジェンティルドンナでした。そして2位が2014年の91,790円、4番人気のエピファネイアが優勝、6番人気のスピルバーグが3着に入りました。そして3位が2015年の53,920円、4番人気の湘南パンドラが優勝、7番のラストイン、7番人気ですね、のラストインパクトが2着に入りました。まあ、そこまで荒れてないですよね。まあやっぱそうですよね、まあ、2015年ですから本当は本当に近年は荒れてないっていう感じですね、うんうん、なるほど、はい、はい、さあでは、今年の枠順いきましょう。私さっきロケット…こちらです。はい、はい、今年の枠順です。去年のダービー馬で、今年はドバイで G1 を制したシャフリヤールは7枠15番、前走天皇賞明けでも3着に好走したダノンベルーガはその隣の7枠14番、そして前走京都大賞典で初の重賞勝ちを果たしたベラーズールは3枠6番に入りました。トライさん、この枠順出走はいかがでしょうか。トラちゃん驚きましたね、これね、うん、陣営4GA 全てね、10枠番、10枠以内が欲しいっつって全部外国馬入りましたね。なんか外国馬来るのかなとか思っても思い出してなんかね、そういう運というか、ね、来ちゃうのかなっていう気は、いや、よく知ってるなって、10番よりうちじゃないとやっぱり勝負なんないぐらいのこと、うんうん、誰に聞いたか映像見たのかよくわかんないですけど、うん、みんな口々に言ってたんで、うん、まあ、やっぱり内役がいいんだなっていう、先ほどもね、勝ち馬みんな最近内っぽいですしね、はい、今日の雨がどうかなと思いましたけど、そんな悪くなかったんでね、うん、そうですね、やっぱり基本的にはうちがいいかなとは思いますね、明日もね。そうですか、うん、ちょっとでも差しもちょっと効いてませんでした。いやー、あれは強い馬だとまあごちゃごちゃになって、メインレースとか11番の馬勝ちましたけど、あれ中段あたりごちゃごちゃしただけ、乗るかそるか粘ってんですから、その4、5着あたりも結構逃げ先行馬粘ってんで、弱い馬が乗るかそれか粘ってましたね。みんなガンガン行っての粘ってんですから、はい、よほど馬場の恩恵もあったとしか考えられないんで。なるほど、うんうん、特に明日はもっと硬くなると思うんで、そうですね、まあ、なんないんで、はい、やっぱりね、うちかなと思うんですけど、混戦とか乱戦、乱ペースなんない限りね、基本的にはうち有利ですね。なるほど、うん、なるほど。さあ、では現在の人気見ていきましょう。一番人気が14番ダノンベルーガで 4.4倍、2番人気が15番シャフリヤールで 4.5倍、3番人気が6番ベラーズールで 4.6倍。ここはもうほとんど一緒ですね。ああ、すごいですね、はい、そして4番人気が3番ベルトライゼンデで 9.5倍、ここまでが10倍を切るオッズです。そして5番人気が8番デアリングタクトで 11.1倍、6番人気が2番のオネストで 13.7倍、7番人気が7番チュネスで 17.5倍となっています。はい、
ぼほぼ変わらないオーツですね。 4.4、4.5、4.6 なんで。競馬というものはこういう時どうでしたっけ。どうでしたっけね、こういうこの並び方ほらあんまないじゃないですか。しかもこれ3強じゃない馬の3強みたいな。そうなんですよ、これね、3強って感じじゃないです。サクラローレルね、マヤのトップがマーベラサンデーとはわけが違うじゃないですか。わけが違いますね。押し出されたなんか、押し出された三強。怪しさ満点ですね。怪しいな。怪しいですけどね。なるほど。この辺に行っちゃうのはわかりますけど。うん。うちじゃないですね。だってダノンベルーガもシャフリアルもこれ枠は割と最悪に近いでしょ。ですよ。単勝今度勇気ですよね。でベラーゾルだって後ろから行く馬ですからね。この枠が、うん、あだとなる可能性の方が若干高いんじゃないですか、はい、単純に内枠だからいいってわけでもないっていうようなね、うんはい、他の単勝買うわけにいかないから、だから単勝売れてないんじゃないですか、あんまりよくわかんないですけど、あ単勝という馬券自体が、うんはいね、結構普通の G1 とか普通のジャパンカップよりも通常よりもちょっと単勝買いにくいです、うんうん、さあでは、レース展開どうですか。はい、まあこれはあれですよね、うん、やっぱりどっちこっちやった方がいいんですか。どっちもいいんですか。あの、うん、すいません、向こう上面のイメージでいいですね、うん、はい、こっちで向こう上面のイメージでいいですね、はい、前にこうライオンが行くでしょ。そうですね、はい、これはもう先の方がダッシュ力がついてるんですよ ね、 はい、まあ軽く、まあ、逃げたいですし、逃げるでしょうね、ユニコーンライドがね、そして、どうですか2番手は。1番行くんですかね。まあ無理には行かないんですけど絶対先行はしますよね。まあスタートいいですからね、うん、この馬ね。だからもう2番手取るだろうな、これは。そうでしょう、違います、ね、何かが行くかもしれないですよね。行く馬いないんでね。何かっていうのは外国馬の話をしてますか。いや日本馬ですね。これよりも帝王ロイヤルとかいけないですか。いや、いけるでしょうけど、うんうん、番手を譲りますかね、一番が。いや、一番、外、あの、キューバの後ろでじっとしてるだけじゃないですか、ラチ沿いを。なるほど、こうですね、うん、そうですね。で、ひょっとしたらイクマがいたら、二番手にいけるんじゃないかなとも思うんですけど。ああ、これが。まあ、帝王ロイヤルはいくんじゃないですか、でも、そら、前にはつけるでしょうね、おそらく。ちょっと前回の、うん、はい、不甲斐ないや。だったんで邪魔されないところでっていうね。なるほどね、うん、外をちょっと外、うん、そう中途一等分外回したいと、うん、あとだってもういないんですよね、まあ、ね、いないんですよ、うん、ケビンとかもう、まあ、浜中地もこの枠でただ外を回すってことはないと思うんで、うん、飛びますね、成功できるんでね、はい、まあ、これがビュッていくかもしれないですけどね。そうですね、まあ、こんな感じで7番のですね。あ、っていうんですね、分かんないですね、うん、どういう外国馬でね、うん、読めないな、まあ、でもこんな感じになるのかな、でもある程度前に行くかもしれない、ね、グランドグローリーはどうですかね。まあこれもうちょっと後ろなんじゃないかな、ちょっと後ろになりますか。でもこんな感じですよね、まあ、ダノンベルーガは僕は前に行くと思ってるんですけどね、川崎中こんな感じになりますかね、うん、まあ、ペース遅いの行く馬いないなと思って、うん、ぼやぼや後ろで、ね、構えるジョッキーじゃないんで、なるほど、ジョッキー行くんでこうかもしれないですね。そうかもしれないです、はい、そうですね、よもやの2番手だってあるかもしれないです。ちゃんと位置を取りに行くと、ね、シャフリは結構どうなんですかね。割と前がかってますけど、ここのところはでもさすが 2-4 だときっちり足ためたいですよね。うん、じゃあこんな感じになるのかな。中段あたりでひょっこりうちの方が入れることを、ね、願いつつ1コーナー迎えるって感じじゃないですか。オネストはオネストだから1番の後ろぐらいでいいんじゃないですか、うん、取れるんですかね、1番の後ろ。まあ、いけると思いますけど、結構機敏な馬で、うん、比較的あのちっこい馬で、あ、なんていう、小足使えそうなんで、うんうん、じゃあこんな風になりますかね、うん、はい、この並びでしょうか、はい、はい、ありがとうございます、うん、さあでは先ほどのウィニング競馬で発表した皆さんの予想ですが、はい、はい、こちらですね。さあ大久保先生の本命はシャフリアール、はい、そしてジャングルポケット斉藤さんの本命はベラーズール、そしてキャプテンさんが、ユニコーンライオン、トライスさんが、ウェルトライゼンデと、
なっています。ではまずはトライさんからいきましょう。トラちゃん。トライゼンデですね。まあ、一応なんかボードも来てました。あ、なるお記念。ああ、これ違うか。なるお記念がまあ、強いっていうか。うん、まあ、短距離戦ならいざ知らず、中長距離で1年以上ぶりでの重賞で勝っちゃうなんてなかなかないですけど、まあそうですね、絶対完璧な仕上がりじゃなかったと思いますし、で負かしたのがエリザベス女王杯勝ったジェラルディーナと3着来たサンレーポケットは去年のジャパンカップ4着ですから、ジェラルディーナはこのレース出たらかなりの人気ですし、勝っちゃうまであるかもしれないんでね、それ封じ込ん で前回もレース前からあんまり調子良くないみたいな話がありましたし、でも今回はもうその鳴尾記念以上の仕上がりのようなコメントと実際動きも素晴らしかったですし、まあひょっとしたらもう生涯ピークの仕上がりかもしれないですね。これ以上もう足元バーンあるまですし、いつまでね競争生活できるかわからないんで、帰るときにパッときたいっていうか、まあここ明治勝負でやってきてるなっていうのはありますね。打ち目欲しかったと思いますし、2走前のレーンを確保できましたし、まあそれはね4番人気になってますけど、これは買ってもいいかなっていう感じですね。まあ、あの絶好枠でね、ダービー2着馬ですから。いや3着です、サリオ3着、サリオ3着、これ3着、あの時も皐月賞大敗してこんな調子良くなかったと思うんですよね。力ありますし、まあ4番人気になっちゃいますよね、この枠入ったらね。うん、そうですね、はい、でも10倍ぐらいつくならいいんじゃないですかって感じですよね。そしてキャプテンさんが、私はユニコーンライオンですね。これはもう本当に勇気ポイントは勇気なんですよ。天才しか本命できないですね、はい、ユニコーンライオン本命で、綺麗なアイオライトみたいな感じです、ね、そうなんですよ、天才しかできない。あのアイオライトも結構勇気いりますよ。だって誰一人ないって2008でも長いって言われてるんですから、あれ本命なかなかできないでしょ。本当改めて天才と思いましたけど、じゃあ3着も天才と思ったら3着取ったから、はい、そうなんですよ、一生ついてきますよ。やっぱりね、楽逃げ分かってる。そうですね、あの時のアイオライトも楽逃げは分かってたじゃないですか、はい、やっぱ楽逃げしたらそら乗るか取るかがもうそんなにバカにしてる場合じゃないですけど、乗るかそのかが、ね、残ったんですから今日だって。だから楽にできる馬に対してちょっと能力足んないじゃないかとか、そういうのね、はい、受け付けないって感じですね。まあそうですね、もう適正とか、あ、受け付けてはいけないんでしょうね。そうね、そうね、すごい分かりますよ、言ってることが。いや距離長いだろうとか時計が足りないだろうとか、でも楽逃げだけは別物だと思うんですよね。はい、まあ期待したいですね、国分君の切符のいい逃げに期待したい、はい、なるほど。で馬場を味方にどこまでやれるかそれは分かんないですよ、それは。まあでもまあいいんじゃないかなと、大穴は逃げ馬だろうやっぱりってそういう気がして、ただまあ相手はちょっと分かんなくてな、それはあるかもしれない。要は僕はまあとは言ってもユニコーンライオンがまあ単勝買ってますけど、勝つかって言われるとうーんってなるわけじゃないですか。じゃあ何が勝つのってなった時に、はい、シャフリヤールなの、ダノンベルーガこの枠から、ベラズールあんなに後ろからとかね、外国は勝つかな、ベルトライゼンデが復活の一着なんてことあるかなとかね、全部2、3着っぽい、まあ、ね、またもうそういうレース、ね、そういうレースですよ、これはまた、はい、そんな感じです、はい、ありがとうございます。トラシさんはユニコーンライオンどうですか。だから、まあ、まともな思考では変えない、足んないですし、血統を見てもやっぱり中距離タイプなんですね。1008ぐらいがベストぐらいの一応配合なんですよね。うん、だから22までならやっぱ宝塚の記念もそうでしたけど、東京の24やっぱりね合理的思考の持ち主なんでちょっとね買えないですよね、普通じゃ買えない、うん、これは22だったら買ってもいいですけど、うん、思い切って24だとちょっと買えないんですね。ただ本当に行く前にないんでね、本当にいないですか、ね、うんうん、だからどこまで可愛がってもらえるのか、うん、はい、って感じですよね。そうですね、うん、気持ち悪いかもしれないです。ちょっと話逃げしてほしいですけどね。そうですね。はい。あの佐藤は言わないまでもね。はい、みんなおいおいおいって言ってください。もうみんなの追いかけるの。やべえ。もうと残っちゃうじゃんこれっていうのがちょっと見たいですね。はい、願望ですね。願望ですこれ。はい、わかりました。はい、さあ今ですね、ダノンベルガとシャフリヤールが一番人気で並んでます。はい。ではダノメルガから聞きましょうか。まあ、これはちょっとトライスさんが詳しいんじゃないですか、やっぱり。それ一貫して面白いし打ってきましたからね。そうですね、強
強いですよね、別に。あのイクイノックスを遜色ない能力の持ち主だと思いますし、前走で取ったところの差みたいな感じありますからね。こっちは前のまあかわしながらの直線の伸びだったので、まあ、ほぼ互角の内容だったと思いますから。でハーツクライサーク2400のが絶対いいですからね。実際このレース、シバルグランと、スワブ・リチャードが、計2回、4回ですね、この10年、その2頭で4回馬券圏内入ってるんで、イクイノックスがいないここならチャンス十分っていう、当然ですよね。状態についてはいかがでしょう。いや気配抜群ですからね。やっぱちょっと疲れとか残った1週前にあんだけビシッと飲むのは非常でできないので、まあ中身はもちろん長期休明けって5ヶ月ぶりの前走よりもいいはずですし、現状ピークっていうか今までで一番いいんじゃないでしょうかね。なるほど、ただこの枠だけがちょっと難しくなった。1コーナーまでうまく運べればいいですけど。そうですね、そういうどうだか、なんかずっと外なんか回されちゃったら大変でしょ。そうですね、なるほど。さあそしてシャフリアールですね。シャフちゃん、まあ、前回ね叩き台なんで馬的にも厩舎的にもね休み明けはいいんですよっていう、本番にガラリと変わってくるんで、ただ根本的にシャフリアールってどのくらいの能力あるのかね。やっぱ天皇賞ぐらいしかやっぱ走れない馬なのかもしれないですし、ダービーをそこまで評価していいのかっていうのはありますからね。強かったなこの馬っていうレースはあんまり見た覚えはないですもんね。去年はまあ明らかに体調もそこまで良くなかったと思うんですけど、体も減って、まあでも完敗してますしね、このまた枠も難しくなりましたよね。枠は難しいですよね。足ためたい馬なんでね、どうやってためるのかって感じ。なるほど、難しいです。この7枠の2頭難しいですよね。7枠2頭難しいですね。本当抜けた馬ならね、ここでもいいんでしょうけど、ちょっとそこまでではないんで、まだね、ダノンベルガンって、ベラーズール。そうですね、ベラーズール。困ったもんですよ、ほんとに。ムーは騎乗でこの枠入って、ムーはって言ったって、これ結局後ろからになるでしょうと思いますよ、やっぱり行き足つかない馬ですし、それは現状しょうがないところですからね。この馬の個性みたいなところはありますし、でそういう馬は無理に位置取りに行くジョッキーでもないんで、これスミオさんだったらなんかシャシャって中段行為に行きそうですけど、ムーは多分じっくり行くと思うんですよね、慌てて騒がず。でも前走の足に騙されちゃいけないっていうか、結局33秒台、そんな前半足使えるかなと思うんですけどね。なるほど。でもその3頭だったら、なんでトライさんだって結局ベラーズルが一番印重いじゃないですか。対抗ですね。そうですね、この3頭だったらベラーズルかなっていう感じはしますよね。まあ14でもいいんですけどね、ほとんど似たようなものなんですけど。まあ、斉藤君もえらい自信がありそうでしたけどね。まあ彼の自信なんてものはどうでもいいって思いましたけど。前回強すぎたの、逆にね。どうなんですかね。さあ、そして他に気になる馬。まあ、デアリングタクトじゃないですか、やっぱり。そうですね、はい、デアリングタクト、マーカンド騎手ですけど。マーカンドさん、怖いですけどね。ただ、前回もエリザベス・ジョーンの時、かなり僕は呼吸をしてしまったんですけど。もう全盛期力ないですし、マイラー色が強くなっていると僕は思っているんで、まあでもパンパンの両馬場の2400の方がいいですね、ミチアルの22よりも。ただこの中一周っていうのもどうなんですかね。気配良かったですけどね。ああそうですか、動きすごく良かったですよ。だからあんまり、元気いっぱいなのかもしれないですけど、それでもちょっと厳しいかなと思いますね。デアリングタクトって何番人気なんですか。デアリングタクトは5番人気ですね、ベルトですね。そうですね、5番人気、11.1 倍ですね。もう2400で来るイメージじゃないですね。そうですね、5番人気です、まあ3年連続三冠馬が来るかっていうところですかね、はい。さあでは続いて、大外からユーバーレーベンの声ありますけれども、ね、先週トライさん押すっておっしゃって、お名しようかと思ったんですけどね、やっぱり両馬場で1分22秒台とかきついのかなっていうふうに思いましたし、外枠ですしね、
まあ、スローで無効正面一気とかね、無効正面まくりとかね、レムロさんですからやらかしちゃう可能性あるんで、そうですね、それは気をつけてっていうか、ね、心の準備はしてるんですけど馬券もちょっと買うんですけど、このまま、うん、ちょっと普通の競馬したら厳しいですよね。なるほど、うん、普通の競馬厳しいから、だから、うん、ミルコさんなんかやらかすかもしれないですけど、状態的にはどうですか。完璧じゃないですよね、今でも、うん、先週よりは随分良くなって、だいぶ徐々に良くなってますけど、うん、なんかもう次ぐらいが良くなりそうなんですよね。でも天皇賞もちょっと見せ場作ったし、あれよりは絶対いいはずなんで、まあ、まあまあだと思うんですよね。去年よりちょっといいか同じぐらいかっていうことじゃないでしょうか、ね。まあ去年もね、見せ場はありましたからね。これユーバーレベルで結局何番人気ぐらいなんですか。この枠入って今は9番人気ですね、まあ、25.4倍、うん、はい、ボッケリーニの方が人気なんだ。そうですね、ボッケリーニ8番人気ですね、22.2倍。タイトルホールだと衣装してそうですね、成績安定しますしね、うん、東京2002勝。なるほど、うん、そのボッケリーニ、あ、ボッケリーニ聞きますか。ボッケリーニはこの馬もね、こういうことよく言うんですけど、好意でね、うまく競馬できる馬が大外枠っていうのは隙がないとしか言いようがないですよね。これは功を奏すこともあるかもしれないですけど、いやいやいや、この馬が大外功を奏すはないでしょう。あるんですか。いや、もうだからユニコーンライン打ってボケにスッて2番打っちゃって、何も来ないで、なるほど、うん、そのままみたいなうちでごちゃごちゃするよりね、で、用意との競馬になっちゃってってもたもたしちゃうっていうね。目黒記念も内訳が功を奏したって感じで、うん、内訳じゃなかったらマイネルなんとかに負けたかもしれないしウィルトスか何でか、ね、うん、前線ホースですからね、うん、5着以内っていうんだったらかなり可能性高いかもしれないですよね。確かに人気以上には、ね、人気以上にはなんか来そうな感じがしますよね、確かにね。なるほど、はい、確かに。さあ、気になるのはオネスト、ルメール参上でという声ありますけど、人気にちょっとなってますよね。まあ、なりますよね、この枠入ってね、まあ、日本の馬場向きの可能性はありますしね、コンパクトにまとまった馬体で。ただこの馬ちょっと体調がね、水曜目標見ましたけど体調があまり良くなさそうなんですよね。体減った体戻しつつの調整で、うん、あんまり早い追い切りもできないですし、会見望んだルメール騎手も歯切れ相当悪かったんで。あ、そうですか。相当悪いんで、結構いいこと言うとき多い人ですけど、あまり良くなかったので、状態に関しては、うんうん、やっぱり、うん、僕の見立て通りかなっていう。昨日も夜、日焼け通り、マサークの柳田さんと出会ったんですけど、はい、オネスは走る馬鹿だと思うけど、うん、体調良くねえだろって言ってましたね。どう意見だろって。いや、良かったと思って。まあまあ、まあ、毎年あの人見に来てますからね、うん、外国が。そう思うんですよね。あ、そうですか。体調がちょっともう一つかな。もう一つっぽい。さあ、では続いて。外国馬全部行っていいんじゃないですか。ああ、まあそうそうそう。まず。そうですね。はい、じゃあ 1番からシムカミル。シムカミルの評価はまた柳田さんと一致しちゃったんですね。なるほど。来るとしたらこの馬だろう。やっぱり肉好き、僕は血統派で、はい、血統見た時にもうこれ絶対にジャパンカップ買わないとっていう。うん、いかにも日本の高速馬場で走っているような配合なんですよね。ヌ、うんうん、レイエクという馬がかなり強調されて、スピードタイプなんですよ、これ。別に東京の1008ぐらいが別ぐらいの配合なんですよね。体見ても本当そうで、いい筋肉、いいバランスしてますし、うん、スピードとパワー兼ね備えてますし、元気ありますしね、うん。ただキャリアがやっぱりちょっと足りないんでね。そうですね。高校金層やっぱり先行して押し切るみたいな感じで。うん、ちょっと揉まれたりとかした時とかどうなのかな。これ来年相当強くなると思うんですけど。でも買うな、買うのであれば先物買いですよね。今回僕はこれをかなり買うつもりなんですけど、 うまくいけばちょっとあるかなと思ってるんです。いい枠やっぱり引きましたしね、一か八か。そうですね。これ、この方は柳川さんの選手です。柳川さんも来るとしたらっていう言い方ですからね。彼も黒三角なんですよ。なるほど、うん。絶対来るとは言えないですけど、うん、面白いと。うん、柳川さんというのは正五郎。正五郎の柳川さんですね。競馬界の重鎮ですから。怖そうだけど、はい、あの優しい。あ、すごい優しい。あ、本当だ。黒三角ついてますね。はい、うん、
ダノンベルーガ本命ですね。はい、似てるな、なんか発想が。いや、ストロング予想ですよ、ジャパンカップは。それでいいですよ。対抗がベルトライゼンで。おらおらおら。そうじゃないですか、もう。いや、これ当たるか、どっちかですね。両方とも沈没するか、どっちなんだろう、これ。どうなんだろうな、ね。はい。さあ、そして外国馬だとグランドグローリー聞きますか。どうすか、この去年ぐらい走ればね、なんて ね、みんな言ってますけど。ただ、時計が遅かったですしね。でもね、トライスさん、びっくりするぐらい人気ないんですよ。僕もっと、うん、去年あれだけ走ったしとかで、うん、もうちょっと人気するかと思ってたんですよね。まあ、単勝でも買えないですよ、これ。まあ、そう単勝はすごく人気ない。うん、3連携でなんかちょっとちょろっと買ってる人は結構いるかもしれないですけど。なるほど。単勝はさすがに買えないですよ。ね、逆に去年で示してますから、そこまで金額がないっていうのは。ただ、いい位置で流れ乗れればそれなりに上位争いするかもしれないっていう。うん、だって去年より出来どうですかね。まあインタレースですからね。乗り切りもそこまでやってないですしね。元気はありましたけどね。勝負度合いはなんか見てて低いかなっていうのは。なるほど。まあでも買いたい気になる人は買うべきですよね。そうですね。うん、3着ぐらいならひょっとしたらっていうのがありますよね。グランドグローリーは空手と並んで13番人気ですね。うん、そしてテネスですね、いかがでしょうか。ドイツバーじゃないですか、これ。これやっぱ一本女子みたいな走りでしたけどね。なるほど。うん、あ、これ G1 勝てるんだぐらいな感じでしたけどね。まあまあ逃げて勝ってるんですけど、やっぱりちょっと硬いですし、一本女子みたいな感じ。だからさっきの言ったらテネスも結構前行くでしょうね。そうですね。そうバッて行くかもしれない。あ、入れたか。もっと行くかもしれないですね、これね。ユニコーンラインの分かんないですけどね。そうですね、ユニコーンライン。兼ね合いが分かんないですね。2番手ぐらいですよね。うんうん、ちょっとさすがに、うん、用意どんどん競馬ダメですし、うんうん、話逃げしたら分かんないですけどね。まあそうですね、相当スタミナありそうでしたから、うんうんうん、ただそこまでのことできないと思いますね。ユニコーンもいますし、うんうん、さあそしてあとテオロイヤルとかどうですか。人気急落ですよね。そうですね。ただそんな強さの裏付けないんでね、3000m 以上で G3 勝ったりしただけで、この距離では、うん、そもそもは厳しいという評価なんで、うんうん、まあ、バリッと先行すればね、スタミナ持ってるものが有利のような展開に持ち込めば、ひょっとしたらってありますけどね。そうですね、バリッと先行して、まあ、もう2番手、3番手ですね。そうですね。外を回らされない2番手、3番手っていうのがいいですよね。そういう強気の競馬したらひょっとしたらっていうのはあるけど、でもそこまでね、後続馬も離れてないと思いますが、決め手勝負になると厳しいかなっていうのがありますよね。さあ、あとはハーツイストワール、武豊騎手が差し切る。まあ、東京校舎竹さんっていうだけが怖いですね。なるほど。これジャパンカップではもう百戦錬磨ですもんね。もう前走も好騎乗でしたからね。17番枠からよく、そうですね、よく導きましたよね。ただちょっと別物のレースですしね、絶対的なスピードがちょっと足りない馬なんで、春の天皇賞とかね、もう一回、今年ダメでしたけど、なるほど、いいかもしれないとかね、中山記念、あ、中山記念、有馬記念とかね。有馬記念、ああ、有馬記念とかね。僕惨敗して次有馬記念とかね、気持ち悪いかもしれないです。気持ち悪い。そっち側の感じです。そうですね。そういう馬ですね。ここ惨敗してもいいんじゃないですかっていう。有馬で、有馬のため思えばっていう。そんなとこですか。あとは空手ですかね。まあ、穴中の穴で上げてる人はいますよね。本当ですか。はい。さすがにこの結果的にも中距離っていうのはいいと思ってたんですけど、陣営もそうでしたし、さすがに距離長いんじゃないですか。でも稽古だけ見たら、これとかなんとかね。あ、そうですか。名前も何も出さないで稽古バーって見せて、これが一番いいってみんななんか言いそうですよ。なるほど。そんぐらいすごい。それぐらいには良かったんですね。そんだけいいんだからやっぱりマイラー結構あるっていうのかなとか、ね、素晴らしいですよね。元気いっぱいで迫力十分ですよね。あ、そうですか。まあ、天の邪気頑張りましたよね。こんなローテでね、勝ち負けする馬見たことないですよね、ジャパンカップで。ないですよね。まあ、だから3着ぐらいじゃないですか、皆さんも。
三着に空手入れたいみたいなことなんじゃないですかね。三着もあるんですか。まあね、いや普通な、なかなか。これ三着着たらキャプテンさん坊主になりますからね。僕は警戒してますよ、空手。三着ぐらい。口開けでしゃべったな。何言ってんすか。さあ、あとはシャドウディーバ引退レースも。した方がいいようなね、傾向を見たらね。あ、そうですか。おかしいぐらい動かなかったですからね。このまま、こんな動かない時なかったと思うんですけどね。うん、そういうお母さんモードに入ってるような気がしますね。すいません。そのところでしょうかね。そのとこっすかね。はい、いやー、これ困ったな。ではそんな困ったキャプテンさんに、私から取り出しキーワードをお届けしたいと思います。はい、先週のエリザベス女王杯は絶対条件 G1 3着以内をクリアしたセリフォスが勝って、リピーターが来るの、そのね、リピーターの資格があった2頭のうちの人気がない方のナノザキッドが2着と非常に良いヒントになりましたから、はい、今回も予想の最後のスパイスとしてジャパンカップのキーワードをお願いいたします。はい、ジャパンカップの細かいことは日にしないちょい足しキーワード、こちらです。今年4月以降の G1、G2 で4着以内、そして G1 未勝利馬が6連勝中、そして1枠です。うん、詳しく教えてください。はい、まずは今年4月以降の G1、G2 で4着以内ですが、過去10年の3着以内に入った馬をチェックしますと、30頭のうちなんと29頭がその年の4月以降に行われた JRA の G1、G2 で4着以内に入った経験がある馬です。うん、まあ、ほぼ絶対と言えるこの条件をクリアした馬がデータ上は中心と考えて良さそうです。なるほど。今回はベラアズール、デアリングタクト、ハーツイストワール、帝王ロイヤル、ダノンベルーガ、ボッケリーニの6頭ですね。はい、うん、そうなんです。30頭中29頭が連帯って言った今。4着以内ですね。4着以内。うん、G1、G2 で4着以内。あ、いやいやいや、その4着以内に入った馬が連帯なの。もう1個も前にしてもらっていいですか。あ、3着以内だ。3着以内。ああ、2着、3着ですらもう、でもう6頭に絞られてるんですよ。6頭ボックスで買えばいいんじゃないですか、ね。まあ、下手したらそうですよね。で、そ、あの話題のボッケリーニも入ってたし。ああ、ボッケリーニから買うか。あ、もう、はい、3着以内で4着以内に入ってたんですね。なるほどね。はい、まあ、これに外国馬って感じか。はい、はい、はい。そしてここからさらに絞るためのキーワードが、うん、はい、G1 未勝利馬が6連勝中なんです。なるほど、はい、うん、これはですね、この秋 JRA で行われた G1 はスプリンターズステークスからマイルチャンピオンシップまで、うん、はい、G1 未勝利の馬が勝ってここまで6連勝中です、はい、なので細かいことは気にせずにこの秋の G1 のトレンドに乗ってみるのは面白いですね。なるほどね、この秋ね、のことの中でいうとベラーズール、うん、ハーツイストワール、帝王ロイヤル、さっきと一緒やつほとんど、ね、ダノンベルーガ、ボッケリーニの5頭ですよ。さっきの6頭の中で言うとですよ、これは。ああ、さっきの6頭の中で言うと、はい、びっくりした。はい、絞れていってんね。なるほど、絞れていってるわけです。なるほど、はい、はい、はい、そうなんです。5頭、はい、そして最後の1枠は買いですが、過去10年で3着以内に入った30頭の枠順をチェックしますと、1枠が4勝2着3回3着1回とダントツの高層枠になっていました。うんうん、このコースの過去5年の枠順別成績を見ても勝率連帯率は1位なので、買って損はない枠になっています。はい、シムカミルとオネストと言われてますね。そうなんです。外国馬2006年の、ビジャボードの3着から15年連続で馬券圏内には来ていなくて、基本的には大苦戦なんですが、1枠だけは要警戒かもしれません。なるほど、まあ、絶対的な人気にはならないでしょうからね。オネストだって言っても6万人くらいでしょ。はい、はいはい、ということで信じるか信じないかはあなた次第。細かいことは気にせずにヒントにしてみてください。きたーって大満足ですね。やばいですよ、この。さあ、じゃあキャプテンさん、はい、考える時間ができました。まあ、これに関してはですね、まあ、トライスさん、この間ほら、仕事一緒になった時に、はい、帰りにちょっと一緒に焼肉食べたじゃないですか、はい、あの時に僕が本命最初何って言ったか覚えてます？ユニコーンライオンの前に言ってた馬、言ってた馬は、はい、あれユニコーンしか言ってなかったんじゃないですか。いや、その僕は最初に言ってるのはこっちなんですよ。リチマンか。ベラーズールです。ベラーズールだったの最初は。はい、最初僕ベラーズールだったんですよ。でもおそらく
凄まじい人気沸騰だろうし、うんはい、まあそれ本命っていうのもなっていう、うんうん、なんかねそうです、それはそうですよ、はい、っていうのでやめて、うん、思いっきりユニコーンライオンに振り回したんですけど、うんまあ、今日の斉藤くんは、まあ、長い付き合いになりますけど、はい、あんなにキリッとしてる彼を見たことがないですね、はい、そうでしたでも一瞬死んでましたよねなんか一回ね途中でなんか気を失ってた気がしますけど、ね、目がなんか危なかったですね、ね彼はキリッとしてました。してました？正直。はい。だから、思いのほかね、はい、ペース厳しくなる可能性だってあるわけですよ。はい。トゥネスが突っ張っちゃったりして、うんそうですね、例えば。うん、で、この辺は無理やり行こうとしたりとか、うん。そうなった時に、例えばベラアズールの差し追い込み、うん、これ怖いですよ、やっぱり。はい。はい、ムーア騎手が、うんまあ、ギリギリまで内で溜めて、うんねまあ、府中はばらけますし、ねはい、どっかで、差し足伸ばしてくると、うんうん、いう意味では僕はベラアズール頭の3連単っていうのを買いたいですねあはいなんかやっぱどうしてもねダロンベルーガとかシャフリヤールが勝つイメージが僕はですよ、うん、なんか湧かなくてですね、はい、でベルトライゼンデが勝つイメージもやっぱ勝つは湧かないんですよ、うん、そうなるとやっぱベラになるのかなっていう気がしましてねまあ、よく見てない、よく記憶、このまま記憶ない分だけあの勝利のシーンも描きやすいかもしれないですね。まあそうですね、実は。はい、なんか、お越し場はね、何戦かしかしてないわけそうで、この2戦は、少なくともこの2戦は強かったですからね。うん、そうですね、はい。なので、ちょっと、ここから行きたいんですが、はい、あとは、はい、あとどうするかですね、2、3着を100万に。2、3着を100万にするため、だから、まあ、さっきのね、森ちゃんのあれでもね、ベラズール、かなり良さげですもんね。はい。で、ダノンベルグも入ってるんですよね。ダノンベルグも。シムカミルか。シムカミルなぁ。言いにくいね。いや、逆にオネストとか。結局人気の方が来ちゃうんでね。人気の方が来ちゃうっていうこともありますよ。やっぱりそんな。体調なんてものはもう、なんかよくわかんないじゃないですか。前回見てたわけじゃないですから、そうそうそう我々。嫌だよね。はい、まあ、ルメちゃんも、うん、すごくいいとか言ってれば来るってわけでもないですしね。そうですね。うん、そうでしょ、うん、あんまり渋い顔してきたことはあんまりない気がするんですけどね。まあね。アンケートの結果出ました。はい。その他が 33% で、ベラアズル 24%、シャフリアル 21%、ダノンベルが 20% で、やっぱり割れますね、うん、ほぼ、うん、一緒でした、オッズと、うん、いや、僕はね、1着はね、もうベラアズルにします、うん、こっちはね、100万馬券の方はね、うん、あとは、2着と3着ですよね、そんなに買えないですからね、これでしょ。いやー勘弁してくださいよ。無理でしょ。もう無理でしょ。無理か。さすがに5着でしょ。何が着くんの。いやだから、うん、こうこうこうとかね、まあ、か少ない点数にすればギュッギュッギュッと絞れば、いやもういっぱい買わないですよ、うん、ただシムカミルとどうですか。なんかあの穴ですけど、穴だけど罠って感じもするんですよね、なんか。いや、こ2番が罠じゃないのね。2番罠、うん。来なかった時は。外国馬来るかな、そこなんすよ。まあね、東京競馬場の現役厩舎作ったぐらいで、換気は良くなった。そう。その効果で構想したら、来年以降ね、結構来てくれるかもしれないですからね。来てほしいですけどね。やっぱファンとしては、うん、3着でもいいから、うん、まあね、うん、その外交官どれが来るかっていうのはまだね、キャプテンね、全然わかんないんですよ。やっぱそう分かるわけないじゃないですか。一応見ましたよ。だからあのニエル賞とかパリ大賞典とか見たんだ。それ見てもだって結局わかんないじゃないですか。全然違うから、ここで通す少ないし、違うんだから、そうそうそう、でも見ましたよ一応。わかんないですもん、だって。ただスタートは、シムカミルスタートはいいなっていうぐらいですよ、だから。ど
ノアさんかっこよかったですよ。あ、そうですか、はい、かっこいいね。いやでもやっぱりその外国馬は基本的に切るべきなのがジャパンカップじゃないですか、この、うん、もうずっと。そりゃそうです。そうでしょ、うん、ってなると、いやでもなこれか、それね、ね、そうなんですよ、これしかないな、その人なんですよ、うん、実は実はね、うん、はい、びっくりしちゃって、みんな、うん、びっくりするけど良かったなってみんなが思っちゃって、ね、そうですね、うん、外れた人も含めて、うん、しかも、もう計算馬券っていう、あらあらららら、らようやく来た、ようやく来た可能性はありますよ、これは、計算馬券追いかけてきてよかったね。それはあるんですよ、これは。何倍つくんですかね。そんなにはつかないけど、でもそれ、あ、でもまあこれだけつくんで、あ、これだけつけばもうこれでいい、いいです、これでいいんじゃないってことでしょ、こんな簡単に当たっちゃうの。でもこれしかないな、正直これしかないでしょ、はい、ただ、まあ、僕はまあこれも怖いんですけど、まあね、まあね、これの3着っていうのがある気がして、うん、まあそれはもうしょうがないじゃないですか。しょうがないね、それ開かないしね、うん、これ来たら僕当たるから。そうですね、うん、はい、決まりました。うーん、ドラちゃんねえ、これは激アツですね自分でちょっとね悪いこと言っときながら、はい、いやでもまあ、いや力、もともと力考えりゃ、はい、もともとの力を考えて、あとこの方のね、そうです、はい、そうです、はい、この1回ちょっと我々何を見てきたのかってなるから、これを買わなかったらね、はい、もうこれしかないでしょ、これしかないね、100万を目指すのが ね、はい、お、はい、はい、決まりました、はい、ダーン6814、6148、計算負けやったー、これはちょっと今まで一番感動的でしたね。感動的な、うん、もうできたって感じ、できたって感じなんですよ、うん、マーカンド騎手、マーカンドですよ、うん、デアリングタクトもまあわかんないですよ、僕はやっぱり。ただエリザベス女王杯もね、はい、見方を変えれば頑張ったと見えますから、そうですね、あの内枠で、あの馬場で、はい、実は、実はっていうか、ミチュアルもそんなに良くないかもしれないです、はいはいはい、実は両方の方がいいっていう可能性もありますから、うん、金馬で、はいはい、ありがとうございます。これはいいんじゃないですか、はい、はい、ちょうど220倍とか250倍ぐらいなんで、お、2点でちょうどいい、はい、すごいな。さあ、たどり着いてしまいました、たどり着いちゃったさあ、それでは、皆さんもぜひ予想の参考にしてみてください。さあ、それではお時間も迫ってきたということで、キャプテンさんが100万円を的中できるように私から応援ソングを歌わせていただきたいと思いますが、ま、興奮冷めやらぬ状態で申し訳ない大丈夫です。来たのかって大体大体来たって、そんな今回こちら、はい、いっぱいいただきました、うん、これは どれになるんだろう。どれ、キロロとかじゃないでしょ、だってダンス付きなんですね。そうですね、それだとやっぱりラブマシーン、ラブマシーンですかね。 バレンティ、はい、ボアさん、ボア対等なんですね、はい、ラブマシーンになるじゃないですか。でもやっぱりラブマシーンでいきましょうか、はい、あ、え、今回は、あ、大丈夫ですか。ラブマシーンで大丈夫、ラブマシーンで、あ、はい練習してないもん、ラブマシーンで大丈夫、はい、あ、すいません、すいません、あ、ごめんなさいね、すいません、あ、すいませんよし、いきまーす、はい、で、いきまーす。明るい未来に就職希望だわ、うわうわうわ、日本の未来はうわうわうわ、世界が羨む、イエ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 イ、恋をしようじゃないか、うわ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 う、ダンス Dancing all of the night。結局、下田君が我慢できずにカメラを持つことになってしまったんですね。カメラワークが気に入らないっていう、彼のこだわりがありますから、もう、じゃあ、はい、一番ね、うまく撮るんですか。そうですね、一番分かってる方かもしれないですからね。はい、ありがとうございます。懐かしい歌で、ありがとうございます。楽しかったですね、これは。はい、ありがとうございます。はい。
記載していただければ、はい、可能な限り取り上げさせていただきますので、はい、ちょっと悪乗りになってますけど、ね、まあ、長く続くとね、まあ、こういう時期も来ますから、変化も、はいはい、そうですね、変化もね、はい、ただはしゃいでるだけですそれでいいんですけど、はい、それでいいんですけど、はい、はい、ということで今回ジャパンカップの予想しましたけれども、トライさんいかがですか、5回目。いや、もうびっくりしましたよ今まで生きてて何番だ、競馬やってて、はい、あ、当たったみたいな瞬間でしたね、これ3年に1遍の衝撃ですよ、これ僕も今、うん、自分でやってるからここにたどり着くと思ってなかったんですよ、もう本当絶対ね、はい、なんか適当な答えが出てなんか結局外国馬入れちゃったりして、しょうがない、まあ、外国馬入れるななんて、お茶にごて調べたんすよ、びっくりしたね、はい、これはいい。あ、もう一回出してほしいって。これ、こう出さない方がいいですよ、これ。オッズ下がっちゃうもんね。いや、これ見てる人も、って思ったと思いますよ、これは。ちょっと競馬ね、やってる人だったら、ね、俺のね、はい、完璧度合い分かったと思いますよ。そうですね、はい。これしかない。これしかない。はい。スタメンターで。今回100万円を1万円で目指そうと思ったらね。はい。10万馬券取ろうと思ったら、多分これ、もう2000点ぐらい買わなきゃ取れないですよ、これも。そうですね。はい。さあ、ということで来週のこの時間は G1 チャンピオンズカップの予想を配信します、うん、トライさん、見どころはどの辺でしょうか。うーん、なんだかよくわかんないですけどね。帝王ケインズと一頭穴馬見っけたんだ。あ、本当ですか。おー、それはちょっと言えないでしょう。まあ、いやいや、それ来週には言ってもらうことになりますけどね。言っていいもんなんですか、こういうこと。ここでは言っちゃダメですよ。ここで言っちゃいけない。はい、いや、いるんですよ。あ、これめど何番人気なら、ベルトライゼンデぐらい人気になっちゃうかもしれないですけど、グロリアム、あ、グロリアムヘルディムはね、うん、5番人気の想定なんですけど、うん、あ、これを買うか買わないかっていうだけですね。そうですね、確かに、確かに、うん、これはいいですね、ムーアの連覇っていうのもあるかもしれない、はい、まあ一応ね、私も、とある有力馬に乗るジョッキーにね、取材する予定ではありますので、はい、ぜひ、はい、分かりました、はい。さあ、というわけで来週もぜひご覧ください。午後5時からですね、配信させていただく予定です、はい、そして土曜日は毎週お送りしていますフライング競馬もよろしくお願いします、はい、こちらウィーニング競馬の直前2時10分頃から生配信させていただきます。これ意外と僕プラスじゃないですか、フライング競馬。どうも、意外と当たってる。結構プラスですよね、多分結構当たってますよ、ね、今日も当たってます。今日結構でかかったですからね、うん、はい、はい、はい、もちろん毎週3時からのウィニング競馬も忘れずにお願いします。来週はステイヤーズステークスとチャレンジカップのダブル重賞なんですが、うん、チャンピオンズカップには去年の覇者ソーバリアントが出走予定で、チャンピオンズカップにチャレンジカップですよね。チャレンジカップですね。チャレンジカップにソーバリアントですよね。はい、ソーバリアント、はい、チャレンジカップですね、はい、ソーバリアントが出走予定ということですが、トライさん、チャレンジカップの見どころといったところでしょう。ソーバリアントっていうのね、なんか聞くところによると夏場とか本当秋の天皇賞取っちゃおうっていう話がね、陣営から聞こえてきたんですよね、うん、ここは楽勝じゃないですか、うん、まあ持ってる力をね、うん、普通に発揮すればってことですね、うん、G1 級の力ちょっと見せてほしいなとは思いますね、うん、予想簡単かもしれないですね。硬そう、硬そうですね、一着はね、うん、まあ絞りに絞った3連単とかで取るしかないかもしれないですね、うん、ちょっとメンバー見たのからちょっと私はまだ分かんないですけど、うん、はい。そしてステイヤーズステークスはタイトルホルダーの姉で、うん、超小柄で人気のメロディーレーンが出走予定ということですけど、うんうんうん、キャプテンさん、ステイヤーズステークスいかがですか。やっぱりそういうことに惑わされないことですね、まず、 まず一番馬券という意味で大事なことは、はい、それに惑わされない、うんうん、ただまあこれ今回ちょっと僕も見てないですよ、まだめすげえ難しいでしょ、どうせ思いますよ、ピンとくるわけじゃないかもしれないですね。ああ、シルバーソニーちゃうね、役場がありましたけどね。他は、うん、あ、ハルテン組はあんま出てこないですね、じゃあ。ハルテン組何が、まあ、そうか。まあ、シルバーソニーが楽しみます。まあ、ちょっとこれは、うん、でもいいんじゃないですか、なんか穴まいそうですね、うん、なんか穴で勝負できそうな気がします、うん、はい、さあ、あとですね、テレビ東京競馬チャンネルの登録がまだという方はこの配信を見終わった後にぜひ登録をお願いします。はい、というわけで、あ、何かもう一つ告知があるのかな、はい、馬女のやつ、あ、馬女の、はい、馬女、あの馬女スペースっていうのがあるんですよ、うん、あの競馬場に、はい、はい、あの馬女、何でしたっけ、馬女
馬女エリア違うな、まあまあ、馬女まあそれでそういうのがあって、はい、あの女性限定の場所なんですけど、うん、私があの、はい、あの案内してますので、それを YouTube に上げてますので、皆さんそちらぜひご覧ください。ね、はい、はい、宣伝させていただきます。はい、ぜひご覧ください。はい、というわけで、マジョスポットね。はい。というわけで皆様、また来週チャンピオンズカップの予想でお会いしましょう。ありがとうございました。